こんにちは、屋根の森です。今日はリフォーム相談センターが出しているリフォーム後一番トラブルになる原因について、その1位の剥がれについて解説したいと思います。塗装の剥がれるっていう原因は何が悪いかというと、簡単に言うと下塗りですね、錆止めの工程、その前のまあ磨きっていうんですけど、屋根材がまあ錆びてきて、まあ、塗装されると思うんですけど、その時にちゃんと磨いて、まあ、下地が塗装とくっつきやすいようにしてあるかっていうのは非常に大事で、なので磨きの作業を丁寧に行っているか、その次の工程の錆止め工程を省いていないかっていうのはすごい重要になってきます。ここを省いてるとほぼ 100% 剥がれます。あとトラブルになりやすい理由としては、お客さんが一回自分で塗っちゃったりしてる場合ってすごい剥がれやすいんですよ。なぜかというと、まあ磨きっていう作業も基本あんまりされてないと思いますし、錆止め不要とか錆止め入ってますよとか、一回塗ればそれでいいですよっていう塗料とかあるじゃないですか。やっぱり安く済ませたいので、それを塗っちゃってるお客さんとかは結構います。そうするとどういうことがなるかっていうと、やっぱプロが塗るってなるときに、やっぱその、なんていうんですかね、そういうのいらないよっていうのって、その上に塗っちゃうと、やっぱ浮きやすくなっちゃうんですよ。剥がれやすくなっちゃっててですね。それをじゃあ全部落とすなんていうととんでもない作業になってしまうので、大体自分で塗ったってお客さんの場合は、まあうちもそうなんですけど、剥がれる可能性があるっていうことをトラブルの原因になってしまうので、説明します。ショックですよね、お客さん的には。え、剥がれちゃうのみたいな、自分で塗っちゃったからみたいな感じなので、もうもちろん塗装の知識があって自分で塗られるならいいんですけど、もう安く済ませたいがゆえに、もうそのそういう工法も知らずに、とりあえず塗りゃいいやろみたいな感じで塗っちゃうと本当に後悔しますので、本当屋根がダメになっちゃうので。あと塗り時ってのもあるので、早くても良くないというか、もったいないですよね。例えば15年でちょっと剥げかけてきた時に塗ればいいのを、10年で塗っちゃったら5年分変な損しちゃうっていう感じになっちゃうので、かといって例えばじゃあ20年伸ばしたらいいかっていうと、この錆びすぎちゃって今度塗装じゃ間に合いませんよってなっちゃうので、やっぱ塗り時ってのがあるので、トタンとか板金屋根であれば10年くらいしたら1回点検してもらって、自分の屋根はもうあと何年くらいしたら塗らないといけないかっていうのを確認してもらうのが一番いいと思うんですけども、とりあえずその一番いい時期に塗られるってのが大事ですし、自分で変な話、そのちゃんと磨きもやって、下塗りもやって、中塗り本塗り上塗りって言うんですけど、上塗りやってるお客さんなら剥がれにくいと思うんですけど、自分で塗っちゃったとか、じいちゃん塗っちゃったっていう方を台の屋根を見させてもらうと、だいたい一発塗り磨いたりもしずに一回だけ塗ってそれで終わせましたっていう家ですと、やっぱりその上からひっつかないので塗料が、そうすると剥がれやすくなってしまうので、下塗りとか磨きって作業本当に重要ですので、自分で塗る場合は洗浄、磨き、錆止めは確実にやるようにしてください。そうすることで格段に塗料が乗りやすく長持ちしますし、中塗り上塗りっていうのも一発でその厚みを出すっていうのもできんことはないと思うんですけど、剥がれやすくなっちゃうので適正な厚みを積み重ねるっていうことですね。っていうことでやっぱ長持ちしますので、まあ3度塗りっていうですね、まず錆止め塗って、中塗り塗って、上塗りっていう工程はちゃんと意味があってでやってますので、剥がれにくいって筆でやってますので、そこに関しては注意していただきたいですし、やっぱり剥がれ起きる原因としてはそういう工程を省いたりとか、本当に雑な塗装屋さんと2回塗りしかしないとか、磨きが不十分だったりするので、実績のある業者さんにお願いするっていうのが間違いないと思います。今回は一番揉める原因である剥がれ、何が悪いから剥がれてしまうのかについて説明させていただきました。ありがとうございました。